おだす。おだす。今日はね、あなたの初めて買ったギターを教えてくださいっていうのをちょっとやろうと思って、 お茶の水で。お茶の水ですね。実はこの前平日の夜中来てますもんね。ほぼほぼ閉店してしまってちょっと撤退したっていう。そうですね。でっていうのも結構 DM とかでギター始めたいんですけど、はい、最初の一本何買ったらいいですかねみたいな結構多いね。へえ。実際にギタリストの方に聞いて、はいはい、なんか調査して結構参考になるんちゃうかなと思って。確かに僕も聞きたいですそれ。どんなブランド買ったとかな、はいはい、価格帯とか、はい、で実際使ってみてどうやったとか。そうですね。でもちょっと早速聞いていきます。閉まる前に。そして行きましょう。行きましょう。はい、あ、はい、YouTube やって、あ、深井誠さんです。そう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 。あ、なんだか動画見させてもらってます。今企画で、はい、あ、そうそうそう。はい。嬉しい。ギタリストの方に、はい、一番最初に買った1本目のギターなんですかっていう。一番最初に、覚えてます。中学2年生の夏の頃に買ったレジェンド、レストラトキャスターで、その初心者セットみたいな。普通より、はい。普通よりともうちょい小さいので、はい。どうでした、使ってみて。覚えてます、弾き心地というか。今考えると結構弾きやすい方だったんですけど、あ、ただ結構最近弦高調整とかやってみたら、はい、結構ガタガタで、まあ致し方ないですよね。今メインギター買ってからもう下げてしまって。あ、でも全然満足はしてるって感じですか。そうですね、はい。ちなみに今何使ってますか。フェンダーの赤いテレキャスターですね。あ、いいですね。アメリカンスタンダードです。俺より面白い顔すんのやめてもらって。顔で寄ってるんですよ。僕深見さんの顔芸とか結構尊敬してやってるんで。尊敬はしない方がいいと思います。本当ですか。ありがとうございます。またなんかインスタで DM とかもらっていいですか。あ、はい。心返すんで。あ、ありがとうございます。すいません、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。サークルですか。あ、サークル。お、見てます。待って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 。ギター何買いましたかっていう企画をやってて、何買っちゃって順番って言ってますか。YouTube OK です。はい、はい、OK です。買ったギター覚えてます。1本覚えてないです。あ、覚えてる。これ1本目です。スクワイヤー。スクワイヤー、はい。チバメロユッキのヒストリー。あー、ヒストリー。自分で買ったの PRS です。1本目から1本目 PRS 来ましたね。すごい。今も使ってますか。今も使ってます。で、今日また別のバッカって買いました。あ、ここ別っすよね。あ、ちなみにその初心者向けのギターってどんなメーカーがあるんですか。あー、メーカーで言ったら、まあ、さっきも言ってたヤマハのパシフィカとか、はいはい、ヤマハか、あとバッカス。バッカス、あと、まあ、アイバリーズのジオシリーズ、あと何やろうな、初心者向け、まあ、フェルナンデスとか、はいはい、エピコンとかその辺かな。あ、多いと思うんだけどな。ね、はい、フェンダージャパンとかっていうのはまだあれは初心者向けじゃないんですか。フェンダーやとそのスクワイヤーっていうのはね、セカンドラインというか、あ、はいはいはい、それは結構初心者向けやから。あ、なるほどっすね。そうそうそう、はいはいはい。スクワイヤー持ってるけど普通にいいからな。へえー、結構プロも使う人おるぐらいの。あ、そうなんですね。そうそうそう。へえー、あ、ギタリストかな。YouTube の企画で、はい、撮影大丈夫ですか、ちょっとだけ。はい、大丈夫。ギタリストの人は、ね、はい、はい、ギタリストの方に1本目に買ったギターなんですかっていうのやってるんですけど、メンバーさん、一緒にちょっと。ギタリストの方。一番最初に買ったギターなんですかっていうのを聞いてるんですけど、ちょっと順番に教えてもらっていいですか。めっちゃ面白くないんですけど、グラスルーツの白い生地です。あー、グラスルーツ。自分はフェルナンデスの SSH の人だったんですけど。あー、フェルナンデス。あれが書いて、ヤマハのパシフィカ。あー、パシフィカ。パシフィカいいっすよ。いいっす、めっちゃいいです。パシフィカ、パシフィカやっぱ強いな。ギタリスト企画やってるんですけど、一瞬だけ撮影とか大丈夫ですか。大丈夫です。あ、マジですか。さっき撮りますか。
あの初めて買ったギターなんですかっていうのをやったんですけど、1本目に買ったギター、はい、覚えてます、はい、はい、覚えてます。ぜひ、はい、型番まで覚えてないですけど、フェンダーメキシコのテレキャスター。あ、結構いい感じの、はい、スクワイヤーのストラウト。あ、スクワイヤー、スクワイヤーいいよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、あの昨日のデスメタルギタリストが家にいる。ほらほら、めっちゃ夏が始まるんで。ありがとうございます。全然出ないですよ。あの企画で、はい、あの最初に買ったギターなんですかっていうのを聞いてて、覚えてます？1本目は自分の金で買ったやつ。はいはい、もらったものです。もらったやつだったらセルダー。セルダー、それは先輩にもらったんですか？お姉ちゃんにもらいました。あ、お姉ちゃんにもらった、はい、で自分のお金で初めて買ったのがあの TRS のミラー。おー、はい、ローン。いいやつ。あ、いいやつの方の USA の頃の誰持ち。いや、まずちょっと安かったんですよ。1本も結構使ったんですか？もうすぐ切り替えてたんですか？今月中学の3年からギター始めたんですけど、はいはいはい、それを1年ぐらい、中3卒業するぐらい前使ってて、あ、でその後あの高校入学祝いで、はいはい、あのグレッチ買ってた。グレッチ意味わかんないですけど、今持ってます。持ってますグレッチのストロベッチを買ってもらって。ありがとうございます。急に聞かせてもらって。ありがとうございます。連続やな。場所だけ変えろ。笑顔です。今の企画やってるんですけど、撮影大丈夫ですか？全然大丈夫です。あの。ギタリストの方に、最初に買ったギターなんですかっていうのを、ね、教えてもらっていいですか？あ、最初に買った、不次元。不次元。価格帯的にはどれぐらいの？7万。あ、結構、結構してる。彼は。購入のきっかけというか、なんでそれを買ったんですか？見た目、価格。なんか黒沢行ったんですけど、なんか基本的に大体高かったので、なんか、そう、まあ、なんかもう、ノリで、あ、その中では手頃な感じの価格帯で、それで、まあ、見た目も結構、見た目結構大事よね、やっぱり。見た目第一。ちょっと鼻だけ噛んだ。大丈夫です。マジで、この辺でよく楽器を買い物するんですか？まあ、僕は塾が進んだ日だと行く前とかに。なるほど。そういえば、真子さんが初めて買ったギターって何だったんですか？1本目、はい、な、大阪の梅田の楽器屋さんで買った初心者セットやな。メーカー覚えてない。でもなんか黒と白のストラトキャスタータイプのギターで、なんかアンプもついててちっちゃいやつ、はい、はいはい、今思えばでも音はそんなに良くなかったかなみたいな。へー、まあ、でも普通にその練習するには全然別に問題ないみたいな感じ。はいはい。それってどれぐらい使ったらもう次のギターに行ったんですか？な、次が俺もうその次レスポールやったから。え、あのギブソンっすか？うん、え、すごい。あれも梅立て買ってやん。へえ。1本目で確かめっちゃスリービラボとか弾いてて、はいはい、2本目は先輩にもらった ESP のテレキャスターかな。へえ。でもらったと思って使ってたら、はい、いきなり返してって言われて、あっ、えっ、ギター失う。それもらってないじゃないですか。あのギブソンって当時いくらぐらいしたんですか？当時で25万ぐらいかな。
あ、すごいですね。実質なんだ、2本目でもうそれぐらいのやつ手出してる。あー、そうやね。もうすごい、志はプロ目指した。さすがっすね。え、その時10代高校生とかですか？いやいや、20前半かな。あー、はい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 。バンドさんですか？あのちょっと今 YouTube 引っかかってるので一瞬だけ買ってるかと思ってます。あの1本目に使ったギターなんですかっていう企画やってて、それちょっと教えてもらいたいんですけど。あ、1本目が1本目今買いました。あ、そうですか。使ったことないです。何使ったの？わかんないです。メーカー開けてもらって、あの話場所があるやつ。場所があるっすね。あ、まずちょっとヘッドだけ見ていいですか？はい。今初一本目を買ったらしいです。グラスルーツ。あ、違うわ。エドワーズ、エドワーズ。これちなみに価格帯的には中古で45,000ぐらい。ああ、え、何系な、あの何系を始めるんですかね。だから何系何系。あ、バンドさんですか。バンド、はい。じゃあ部活。あ、部活。あ、1代目。お、アイバニーズ。ジオかな？ジオアイバニーズ。おーおーおー、これなるほど。で、結構最近のやつか。いちかさんの。あれ、しげねいちか。あ、いちかさん好きなんですか？まだ全然。あの、超絶テクニックの。さあ、はい、そうです。ありがとうございます。そうです。はい、そうです。ギタリストの方じゃない。はい、そうです。そうです。わかりました。1本目のギター何買いましたっていうのを聞いてて、ギタリストの方に、はい、覚えてます？覚えてます。エフィフォンの、エフィフォン、はい、レスポール、いや、セミアコだった。セミアコ、はい。あ、ジャンルは何？ジャンルは、洋楽、洋楽師、あとソロギターが全然弾くんですけど、なんかセミアコがもう多分やってて、はいはい、セミアコでは音的にもなんか音色的にも近くていいなと思って、それで買いました。結構買って満足した感じですか？そうですね。なんで全然良かったと思います。なんか、マセタいるとは思う。たまにあのここら辺で、あ、イタリストに突撃インタビューしてやっぱりそんな企画で撮ってもらって。あ、全然いいです。すいません。抜いてます。あ、そうですか。ありがとうございます。で、写真撮るまで。あ、いいですよ。ちなみに今 YouTube 企画やってるんですけど、ちょっとだけ撮影とかありますか？どれだけ。あの、一本目に買ったギターなんですか？あー、なるほど。覚えてますか？ギタリスト。あ、違います。1本目。結構前ですか、始めた。だいぶ前、中3ぐらい。あー、なんで？ちょっと待って。あれ、待って。メーカーと思って。メーカーは、そっか、メーカーちょっと待って、一瞬重い。まあ、グラスルーツとかグラスルーツです。結構たくさん取れてんじゃないですか今のところ。いやもうね、皆さんに ご協力いただいて。前回の渋谷がねちょっと少なかったんでね。そうですね、やっぱ日曜っすね。いやいいっすね。真子さんは もし今だったら何買います？ギター。あー、なるほどね。1本目。1本目初心者と初心者に帰ってってことね。そう、でも今今ね、今だったら知識と経験を得て、俺結構ショートで言ってるのは、はい、やっぱヤマハのパシフィカ。おう。でも最近バッカス、さっきも言ったけどバッカスっていうメーカーが、はい、なんか割と結構熱いみたいな。へー。あとはフェンダーのスクワイヤー、はいはい、さっきも言ったけど結構プロでも使ってる人が多いっていう。へー。その3つかな。バッカスはレスポールなんですか？いや、両方あったと思う。へー。あとまあアイバニーズ好きなんで、はいはい、ジオアイバニーズ、はいはい、GIO。 今日何が多い？スクワイヤーとパシフィカも多いな。そうっすね。なんかスクワイヤー一番多いよな、うん、なんか一番効いてる感じ。フェンダーかスクワイヤー、はいはい。あとなんかその楽器屋さんのオリジナルのセットみたいなのも多いですよね。ああ、そうやな、初心者セットに入ってるやつみたいな。はいはいはい。ほんまにでもな、そのたまにあるから、その1万円台とかのギターで、はい、そのまあ、全くならんフレットとか、めんどくさいけど、まあ、ほんまに買うなら、はい、その全フレット押さえてみて、はい、ちゃんと音が出るかみたいな。その安いギターじゃないですか。なんか入門者用ほどあれやな、使
作りいい方が、そこでなんかギターの音が鳴りが悪いからやめるってもったいない。あ弾きづらいとかでさ、本当はもっと弾きやすいのにギターってみたいな。僕一回楽器屋さんに言われたことありますよ。そのなんかスネア悩んでる時に、あのいい楽器を買いなさいと。あいい楽器はプレイヤーを育てると。あ別に初心者だからって遠慮することないんだよみたいな。あ確かにな。で買っちゃいました。弾きやすいし叩きやすいし。そう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 。あのちなみに、はい、1本目に買ったギターと何か覚えてますか？パシフィカの61を買いました。今日やっぱ聴いてても、うん、結構多くて、あやっぱ多いですか？こっちのロックの影響。ああ、そうか、それも多いやろ、ね、それで初めて結構買いました。で今ちなみにね、2本目を買ったらしくて、あこれがね。ちなみにそのパシフィカどれくらい使ったんですか？期間的には1年あ、1年1年ぐらいでもう2本目の母親に結構大きいな10万円をちょっと上回るようなギターを買っていただきました。これおー。ちなみに何系のテレあそのジャンプジャンプ、ね、クジャンプみたいな、あのクリップハイプが好きでロック系のあのゆくゆくはそういうバンドも組んでみたいです。あいやいいね、頑張ってください。応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。応援します。頑張ってください。ありがとうございました。マコさん、あ、雨降ってないですか？降ってきたな。なんか前も雨降って終わらんかった。そうですね。何なんそれ。いや、結構降ってますよ。結構降ってきたよな。はいはい。ちょっともうちょっと聞きたかったけど、まあ結構聞けたもんだ、今日な。そうですね。撤退しますか。そうですね、ちょっと雨が強くなってきたんで。そうやな。帰りますか。今日はどうする？飲みに行く？あ、飲み行きます。行く？いや、どっちも。でしょ。飯でも行くか。じゃあな、飯食いますか、まず。じゃあまあどうでした今日？いや楽しかったですね。結構まあ参考になるんちゃうかな、その初心者の人からしたら、みんながどんなギターかってどういう音出てみたいな。そうですね、聞いたかなと思って。じゃあまあそんな感じで終わりますか。よし、お疲れ様です。はい。BC リッチ、 BC リッチメタル系の、メタル、あのメタルとは思わなくて買ったら先輩にお前メタラーって言われて違いますけど。